どうもピョキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ジャストワンモアヒントレブ3ということで、一つより多くのヒントっていうことかな。でこの方ですね、トロール職人でめちゃくちゃ有名な方なんですよ。久しぶりにねこの方のトロールコースやろうと思っていろいろ見てったんだけど、全部ハートの数が1とか2とか0とかばっかりになってるんだよね。いや今までねハートの数めっちゃ多かったんだけどなくなってるんだよね。ということは赤番になった可能性があると思います。トロールコースばっかり作ってるからそうなるんだよ。今後は心を改めて。すいません嘘です、僕はトロール職人さんのおかげでこの界隈で息をできていますんで、今後もよろしくお願いします。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.24%。 で最近さ動画の最初にトロールコースト一発マリオやっていきますかって言ってると思うじゃん。あれさ一発マリオじゃない時変えようかなって思うんだけど、開幕熱っ。それでね一発マリオ以外の時はなんて言えばいいかなと思って、世界のコースだったらおかしいじゃん。一応トロールコースもさ世界のコースになるわけだし、なんかいいアイデアあったらぜひコメントくださいっていうか、ここは絶対にゴールできないでしょ。上に隠しブロックがあるのは分かってんだ。ドゥル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 。ここはですねまずメットを蹴ってみた。いやここ隠しブロックない。あ集中していきたいと思います。どうせ後半僕は疲れてきて絶叫が少なめになってくると思うんで、最初のうち叫べるだけ叫ぼうかなとそう思っております。じゃあここは一旦土管に入る。右はいけそうになかったね。オンオンをするなんていうことかな。ここは一貫しかしないね。ゴーバックいっぱい。なるほど今の土管に戻れと、そういうことですね。任せてください。ここの土管に来た来た来た。これでいいんでしょ。こっちの土管に入れば先に進めるんじゃないのかな。あれ進めんねえ。一番最初の土管かな。それじゃあこの土管から出たらさ一旦戻ってみようか。ここで何か先に進めるルートができてるんじゃないかな。今ツタが出る音が聞こえた。なるほどここにツタが出てきてくれるっていうわけね。今みんなツタが出てくる音聞こえなかったでしょ、僕の声がうるさくて。すいませんっていつも。なんで今後みんなにもちゃんと BGM が聞こえるように僕の音量を小さくしたいと思います。ここは右のフラワー絶対取らない方がいいよ。絶対閉じ込められるあそこ。なんでこのまま先に進みたいと思います。ガリガリ君。いや実はねまだ結構悩んでるんだよ、ゲームの音量と自分の音声のバランスって。僕って結構うるさいじゃん。いや賑やかじゃん。だから自分の音声の音量を小さめにしてるつもりではいるんだよね。なるほどここはチビになってこいってか。いやでもこれジャンプすれば当たれるよね。制作者さんミスをしてしまいましたね。どんだけ僕がトロールコースをやっていると思うんですか。この制作者さんの賢さを上回るピオキング。まあまあやるやん。なるほどね、ここは一旦壊しておいてチビにまでなって先に進めっていうことだと思うんですよね。一番下行った時チビまでなってこいって書いてたじゃん。なんでこれで先に進めるようになるということか。いやどういうことなんだろうね、チビとデカによって仕掛けが変わってくるっていうのは。それがちょっと僕よく分かってないんだよね。はっよしよしよし。まあ中間ポイント取ってるから全然いいんだけど、じゃあこのピーヨンがなくなったら先に進みたいと思います。さあここは右に行って、うわなんか知りたい級っぽいね。えっ行かない感じ。なるほどこいつより先に右に行かないけんっていうことで、ということはこの死に耐久を攻略しろと。いやでもそんなに難しくないよこれ。ほら全然出る。もうちょっと難しくしてくれてもいいんだよこの死体機。じゃあここは記録は通らないで先に早く右に行かなくちゃダメだったね。なんでそこら辺をうろうろしてんの。俺を惑わさせるな。俺を舐めるな。あのバネが出てくるより早く右に進めと。それでダメってバネそこに入れさせて引っ込んでる時だったら入れるでしょ。マリー頼むって、こっちの方が難しいんじゃないですかね。いやこれは、いや全然楽勝。夏のプールぐらいぬるいね。いや思うんだけどさ、死に耐久めちゃめちゃ上手くなってきてない？かなり爆発を踏んできたおかげかな。いやでもそれはそれでどうなんだろうって思うけどね。マリオの技術より死に耐久が上手い人みたいな。なんだそれはって思うんだけど、ここはコインの通りに行ったら怪しい隠しブロックがあるだろう。なんで歩いていきたいと思います。そのバネ反応するなよ。絶対に上に行くなよ。ですよね。このコインの通り行っていいのかな。絶対なんか
そうないのか。それじゃあ今日は50コインを信用したいと思います。頼む50コインあってて。もう僕はこのコースで50コインを信用しないでいきたいと思います。30コインとか10コインだったらまあ信用してもいいでしょう。そして僕はここを動かない。いや危ない。いや見事かわしましたね。このハテナはまあコインだろうね。さあ行きますか。キノコ竜よ、僕に光を示してくれ。暗黒ではないよ、示すのは。この先何もないけど大丈夫ですか。ハテナ、君だけが頼りなんだ。キノコだね。このキノコを通って左に行けば大丈夫と。いやこっから右に行けばなんか変わってるみたいな。この下か。キノコの意味は何だったんだ。こっからなんだけど他に行くべき道がないんだよね。なんでこの土管に入って、あ間違えた、この土管に入って一旦戻ってみよっか。バブルが出てくるまでにちょっと時間あるよね。なんでこれで先に進めるようになるみたいな。右のこのブロックがやっぱりそういうことね。よしよしよし、でこのまま先に進めと。そしてあーね、落ち着いていこう。落ち着かなきゃかわせる罠もかわせなくなる。きっとこのコース落ち着いたらそんなに罠に引っかからないでいけるはずだから。このコース珍しいよね、あんまり敵キャラにやられないよね。敵キャラの出現が少ないっていうか。あー早く右に行け。食べんな、そんなに魔力を口から吐き出すんだろ。そういうのは僕だけの特権ですよ。なんで早く乗ってキャー。いやなんか物足りないなと思ったらバカスがさ敵とか降ってきてないからだねきっと。それじゃあこの先はスネオか。行くよスネオくん。わかったピオイモン、僕に任せて。スネオくんそんなに動いたら危ない、お願いだから止まって。このスネオが大丈夫、ピオイモンならいけるさ。さあ僕の背中に乗って。本当に大丈夫スネオくん。あすげえもんミスかました。さあスネオくん行くよ。この地帯を完全攻略してピオエモンからスネーモンに。ちょっと待って、スネーモンって来たね。すいません、ちょっと一人でつぼってしまいました。きっとこの世で僕だけだろうね、スネーモンと言って大爆笑してるの。ここ右下に行けって書いてるから右下行ってみる。あ、なるほど、そっちに道あるのね。一旦まっすぐ行ってみようか、走ってこれで行けるようになってるみたいな。やっぱそういうことですね。そしてここは上か下か、下を行ってみたいと思います。この矢印はなんだ、意味ありげだな。そんなのには引っかかりませんよ僕は。そしてこの土管に入っていくと、そろそろ中間ポイントにあってもいい頃なんじゃないんですから。来ました、はいはいはい、パッパパー。なかなか巧みな罠を仕掛けてきやがる。ここは右に行き過ぎないようにしよう。そして早く右にダッシュすればこのチョロップをかわせるということですね。そして中間ポイントゲット。そしてこのコインの信用していきたいと思います。そうなるって読めてんだよ。なんだここに勝ちブロックって。いや絶対このコイン怪しいと思ったもん。じゃあここはオンオンを一旦してみる。まあしてもダメだったね。え、このバブルの避け方がマジでわかんないんだけど。あ、早く行ったらいいっていうことで。そしてバウの上に乗って土管に入ると、残すはゴールのみ。ここは何もしないでいい。そしたら何かが出てくる。避けれるんだろ。読めてますから僕は。もうそれじゃあ進んでいきましょう。このままゴールまで突っ切っていこうか。このまましゃがんでシュッ。いや違うんだって、一旦ここでチリにならなくちゃいけないんだね。そしてドアに入ればさっきの場所に進めると。ここさ、しゃがんでどうにかしたらいけそうな気はするんだけどね。左押し引っ張って書いてるな。僕は何もしない、何もしないが正解。どうしよう、これは左罠だと思う。絶対こっちの土管が合ってるよ。さあ来ました、これでゴールなんじゃないんですかね。おそらくあのガリガリの中にゴールがあると僕は読みました。いや絶対怪しいと思ったもん、あのガリガリの中。どうもありがとうございます。ここでさ、キノコを与えてくれるっていうのがすごく怪しいなと思ったんですよ。ただ右側の土管、皆様気になると思います。ここに行けば何が待ってるんでしょうか。ウェイトって書いてんのかな、右。ちょっと早送りするね。いやなんかさ、ドアに戻ったんだけど、これ中間ポイント戻しなんじゃないかな。
はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ It's just a simple duck jump ということで、サムネを見る感じですね、しゃがんでジャンプして針とつららの間を抜けていけっていうコースだと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.29% で、以前にも似たようなコースしたことあって、その時はパックンとパックンの間をすり抜けるコースだったんだよね。で、今回は針とつららでしょ。まあまあまあ、で、そんな針とつららの方が当たり判定が厳しいと思うんだよね。なんで僕本気を出して行ってきます。行ってきすぎた。これね、ダッシュしたらいけないんだよ。なんで最初動かないでジャンプする、これで多分いけると思うんだよね。ただそれが本当に難しい、針とつららの間を抜けることだけなのにこんなに難しいものなんでしょうか。もう僕の頭どうにかなりそうです。皆さん助けてください。ここで僕は頭パッパカパン。すいません、ちょっと真面目にやろうかなと思います。このコース、さっきやったトロールコースの 1.00 倍は難しいね。なんで集中してやらないとクリアできない気がします。なんでそのせいで黙ってしまったら申し訳ない。ただ僕が黙るとちゃちゃっとクリアできるっていうことを証明してみせたいと思います。次のテイクで黙るから皆さん見ててください。これできっといけると思います。さあ行ってくれ。つらら、もう何テイク目か分かりません。相当難しいねこれ。あとちょっとなんだけど、いや以前やったパックンとパックンの間を抜けるコースの方が簡単かもしんない。この針とつららの、いやいや相当気持ちいいねこれ決まったら。いや以前やったパックンとパックンの間をすり抜けるコースの方が難しかったんだけど、そのコースはね、こっからさらにまだ続きがあるんだよね。でもここだけだったら完全にこっちの方がめっちゃ難しいね。まあぜひですね、以前のパックを抜けるコース、概要欄にリンクを貼っておくんで見てくださると嬉しいです。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。